はい、ではサンマの実況をやっていきたいと思います。じゃんけつからちょっと落っこちちゃいそうな状況なので、はい、少しでも上がれるように頑張っていきたいと思います。手悪いし、4マと変わらないレベルで悪いのと、いきなりチュンドラさん、もう降りたいですが、降りることもできない。シャアは風じゃないし、どうせいいんだろう。とりあえずトーマを打ちますか。ラグがあったように見えましたけど、はあ、どうしましょう。発も切ってみますか。よし、降りれるなら降りたいが、何を狙ってるのかもわからない。もう闇で張られてたら終わりですね。こっちもちょっとピカピカの手にはなってきましたが、磯あたり切りますか。ちょっと効率も何がいいかわからないです。こっちのトーンのやリーチ怖いですよね。多分闇で張っちゃいますよね。リーチにゃ、あ、でもリーチ来てくれた、来てくれたんならちょっと降りやすいですけどね。これでも積もられたらもうおしまいです。びっくりした、一発もなかった。あとは急走ですかね。あ、3ピンがあった。3ピン切った後は乱造ですね。乱造切ったら単敗なしですね。9ピンが通るか。ピンチですね。降りたい降りたい。あ、でも積まれた。なんなんだよこれも。薬満ですか。ずるい。メオン。リーチ。積む。これ。チュン本一。ドラ猫。ドラ猫さん。三番マン。三番マン。もういきなりやる気なしようになってきましたけど。どうすんだよ、これ。しかもまた手が悪いの、なんの。ペーニャ。ペー。ペー。今度はこっちですか。まあ、シンプルに基本通り行きましょうか。お、いつも来ました。どこが頭になるか。こっちかこっちか。あんまりスキッとした。あー、でもまあこれイシャンテになりましたね。カンデアンゾーサブロッキューピン、下手すりゃリノミですけど、まあリーチ取られちゃうので、張れば何でもリーチには行きますと。まあ、チーソーがあんまりいらない形なんですが、ちょっと手が良くなるかもしれないんでね、残しておきましょう。リーチにゃ。どうかもしれないですけど、行くかもしれないですね。1枚
回ぐらいっていうウォーピングをしたら終わりですか。あ、そう。通る。まあ、そうです。理不尽ですね。リーチズモラ猫にドラ猫にゃんがん、まあ満願で済んだとも言えます。あ、第三元チャンスではありますけどね。初いいところたら熱いけどな。まあ、ペイ抜きましょう。まあ染めにはちょっと行けそうもないか。ペイニャ。まあトンシャーかな。トンボ切りますか。ああ、ドラドラにもなりましたか。いい、まあ、ポン。ポンニャ。して、まあ、ローソーといいピンを切って、まあ、この両面両面って感じなんでしょうね。ああ、いいとこ入りました。まあ、初もほぼ使わないですね。ああ、出ましたね。はい。これで、心置きなく。初チューンドラス4ですね。ハネマンになれば、あ、これでポンニャいいですね。はい、上がれればハネマンの手になりました。上がりたい。ここで上がれば2着に。これはポンしません。してもね、ハネマン止まりですよね。リーチニャ。止めることはできましたと。ふう、では、あ、シャーから、ミリアンから来なきゃダメでしたかね。はい、特には関係なかったです。行き通関なんて手はあるんでしたっけっていう感じですが、上がれる気の全くしない感じはすごいしますね。ここら辺で何目位相落としとかですかね。やっぱサブロピンを入れられるような。ペーニャ。なぜラグる。統一とかの方がまだありますか。とりあえず、まあ、かなり迷走気味ですね。どうしていいか全くわからないっす。ここでもうチートになんかできませんって感じですね。まあ、サブローピンや酸素入れて奇跡的に手が進むことを祈るしかない。缶缶、あ、そっちの缶ね。テンパイ取りはしに行きたいですけど、
まあ、チートしかないから、ここはちょっと安牌と思ってこれ。ロン！ロンなの？ここなのに。これは油断しましたね。追いつかれました。ラスが見えてしまいました。折り口になってしまいましたね。そしてこの手の悪さ。ちょっと染めも考えますか。でもバカ音ですよね。ペーニャ。まあチート糸かの方がいいかな。切られましたね。チートイツにしますか。この辺り切って、ペア抜いて、こうなるとメンツ手の方が良かった疑惑になってしまいますが、ちょっと瞑想気味にと思ってみますか。まあなんと数ピンが、これは大ピンは切りましょうか。数ピン縦引きだけチュンも切られちゃいました。シャア2枚切れか。難しいですね。まあでもやっぱりこれでチートイのイーシャンテン、まあ、もしくは想像音域ですけど、ちょっとバカ本でいく気はしないですね。まあこれで面本なら足りますか。面本なら当たりますか。はい、もうかなりクロスが多いです。嘘があってもまあ、ペイ抜かない。なんでですかね。不思議な手にしてますけど、まあなんかまたポンニャ。まあやけくそに近いですね。急走が枯れてるからリャンゾーしかないですね。まあリャンゾーはそんな悪くないんですけど、リーチ。はい、もう降りましょう。テンパってる。じゃあ一旦これ切りますか。やめましょうね。だいぶ隣さんをしてるようにも見えます。はツモ。はい、ラスります。まあ、マンガンで済んだ。いやー厳しいですね。どうしましょうね。シャアは風、まあ上がりに行きましょうか。もう出たらね、
出してほしくなかった気もしますけど、まあドラドラで。ペーニャ、もうペーもカンもして押しましょう。まあこれでドラ三丁にはなったんですね。まあ満貫にはなりましたと。おお、ここ入った。まあ、パスなんですか。ちょっとヘッドが厳しいですね。どっかあれ、隣の人落ちましたか。ヘッドがどこに取るかなんですよね。オーピンヘッド、まあチーピン出ていってももうペーとライチとカンがあるのでいいかなっていうぐらいでもありますので、落ちましたね。ペーニャ、まあ急走の方が頭になるかもしれないんで3走ですか。カウピン欲しいですけどね。すんごいピカピカの手になってきましたが、これでここが頭なのかな。実装3ピン、まあドラさんはあるんでね、これはなくていいですが、パーピンの方がいいか。じゃあパーピンにしますか。まあこっちの方がドラ4兆か5兆になるかもしれないですからね。ああ、これでポンテンが取れる形になりましたね。まあ出てっていいですから、ポンテンが欲しい。もうラスですからある程度行くしかないですね。リンチ、もう何でも行きます。しかも強すぎるんで、チーピンでも押すしかないですね。なんでペー行くんだよ。降りないの。もう何でも行くしかありません。いやー、これで上田の差がついちゃったな。もう追いつかないですね。何待ちだったんですか。ソーズ待ちか。いやー、これはどうする。ペーは抜きましょう。まあ、言わんから切って染めもないし、ドラもちょっと留意層ぐらいみたいですけど、まあ留意層は無理ですけど、あ、パンピンとヤンピンの方いらなかったか。ちょっとドラも、ドラもないところ本当に何のないんですよね、取り柄がね。あ、想像が伸びますね。でもこのターツを切れるほどじゃないですよね、まだこんなにあるし。パーソロースあたりは泣くかどうかですけど、まあ泣きませんね。でもまあチーズを見るのもありかな。というより有効派が全く来ないんで、もうまたこれもダメか。リンチ、さっきからこの捨て牌が強すぎるんですよね、この人もね。まあ、タンヤをで押せる、まあ、押せるという安牌が全くない。綺麗にない。はい、どうぞ。
差がつきすぎちゃった。シャーとナン、ナオ、まあ、トンとシャーをない、ナンも行きたいですね。これトンシャーやっぱ本一ぐらい目指したいですね。ただ遅すぎて上がれる気もあんまりしないですけど、こっちはね、何から切ってますからね。ポンニャ。とはいえもうあんまりクソ安い手で行くわけにもいかないですから、もう何か重ねて本一ドラさんとか行くまで頑張るしかないですね。横にも広くなってきましたので、これで、これで、トンシャー本一で何切る？まあでも切るしかないか。スチビの馬強がね、リーチにゃ！じゃあなりますね。あー1500か、安いね。でも親が流れなくてよかった。よしよし、ちょっと差が詰まったのでやる気が、これは何は風じゃない。まあペは抜いて、で9万も抜いて4万ならね、食いたんに行きたい手ですけど、まあ普通に両冠と4ブロックって感じ、5ブロックなってる感じですかね。いいピン。これ切っとくか。椅子はちょっとですけど。チートイ系も見たいですよね。いや、まあ見たくない。はい、チートイ決定。痛いか？ポンニャ！ポン！ちっとは痛かったな。三層切っちゃってるもんね。やっぱ三層切っちゃってるからランも切るしかない。こんなにアンコが来るとは思わなかった。曲がって、ああでもこっちで来た、運試し。とりあえずでもこれ貼れたんなら、ヤンヤン、そっち。チュン本一。ああまあ残酷ならいい手だったんですね。三品なく。はい、ペー。まあこれは普通の単品手って感じですね。頭をどこで作るかですね。ダブなんもいらないな。あーいい手が決めました。もう普通の4マナラって感じの手です。ここら辺で頭がし、もう押すしかないですね、この手は。ペーニャ。
この状況ですしね、まだ親はあるとはいえそこそこのチャンスってなんで、急速切りたいっていうことも単要がね、いらないと思うので、うん、まあでも少しでも高くはしたい。抜きドラは持ってないので単ドラ1でリーチツモという感じで漫画狙いですかね。まあこれドラ1か、2、3、4、5、6、7、8、やっぱ頭がない。まあこっちの方がいいのかな。やっぱ6球層で頭ができるから、まあノベタンでいくしかない。なんかまあロンな気はしましたが、もうしょうがないですね。はい、ここの親で全てをかけることになりました。手はイーシャンテンではないが、ゲーある意味悪い手に見えますね。ただもう多少チート絵も見た方がいいのか、いや見ないよな。でももうこのチーソーとかそういうイーソーも出ちゃった。一番いい街になりそうなんだ。ああ、ペーヌ行けて。ペーヌ。オッケー。これは E1 狙いで行きましょう。リーチにゃ。まあリーチ抜きドラ一丁ですが、E1 ぐらい出してちょうだい。もう100万狙いだけど、ロンニャ終わり。リーチャンプドラ猫、はい終わり。まあ100万狙いしかないですね。まあ数え100万ならいけるか。まあ、数百万級のペーニャハッシュだったのか、まあハッシュ国士くてもあったのかもしれないですね。まあメンホンドラさん、国士だったんかーいって感じですけどね。国士だったら Q1 だけですか。 Q1 と言いそうのイシャンテンだったのか。まあ、Q1 と言いそう見ないことだけ祈るしかないだけですね。 Q1 が2丁切れたんで、まあ面白くもなんともない点になりました。もうリセットしたいですが、イーソーはさらに見たくない。っていうよりも上がれたでしょうね、国士ならね。九
しから国しだったかつって、このリンチ。まあローソンの方がいいか。あ、何の方が良かったかな。意外とアンパイがない。初となる。リーチにゃ。もうこれ二人と曲がらないなんてこと。ああ、イーストが出たね。でもどっか。はい、もうどうしようもないっす。大事なんでね、振り込まないようにしましょう。一応つもにゃつってつもるんじゃないよ。リーチつもドラ猫、ドラ猫にニャンガン。はい、見どころもなくラスってしまいました。うわ、終わった終わった。なんか疲れたな。イーリア、お腹減った。はい、では終了します。ありがとうございました。